無印アムサand DTN 見えとんじゃあまあ実況ミュートのっていう名前使われてますが、まあ見ていきましょうか。いや違う、ここ実況者の時にこのやつが出て対戦上じゃん。ああなるほどそうそうそう、下の人の実況してる時は自分実況者の名前が出てるえ OK じゃあ早速ファーストの場所見ていきましょうか。ソシーさんやっぱりシークいきます。そうですね、ソニックシークは、はい、これ結構シークが結構最強って言われてるんですけど、シークが、それに対してソニックはすごい戦えるキャラなんで、まあ、どうケンさんが対策してるか、またこのほぼ五分に近い、また五分かもしれないこのカードでシュウさんが同様のように作業に持っていくかって、今みたいにこう結構遠くで離れてさっさと長距離逃避してっていうシーンがある。そう、まあ、でもこのソニックってキャラは長距離で逃げてもすぐに足が速いんで結構追いつけるんですよね。そこだけがなので強いんですよ。まあ、ソニックをこれどうやって倒すかっていう風になると、やっぱり 110% ぐらいの下投げ空上とウェビーの着、うん、そうだね、ウェビーの着結構いける。え、ニエトロクジッパー終わってるよ、うん、さあ、まあ、パーセントはお互い同じぐらいというところ。そうですね、スタート上げて、うん、下投げ空上も入りますからね。入る、あの下投げ空上、あ、2択、結局のところ回避して上ビーにぶち当たるか、そうそう、空上を当たるかっていうのは2択はどのキャラにも共通なんですけど、ただソニックやばいね今のシュウさんちょっと甘えましたね。まあ、ただ狙い悪くない、あのシークってキャラがバーストしづらくなったんで、横回避とかにスマッシュ当てて殺すのは全然ありなんですよ。そして今シュウさんとしては美味しいですね崖際の横スマッシュでギリギリ撃墜。こうなるとシーク強いよね。こうなると強いですね、ソニックはもつらい。ただソニックは一応上スマがあるんで、そこはまだ分かんないですね。そこでぶっ壊すことはシュウさんスピンに付き合わずに横回避に逃げましたけど、うん、しっかりとケンさんが追ってる。あ、そうですね、シークワーとしてはこれ今警戒するのはとりあえずスマッシュって感じかな。スマッシュにさ当たんなかったら死なないので、画面端でももうこの、 あの後ろ投げは、うん、多分死なないと思うんですよね。全然死なないね、もう前作だったら前バージョンだったら死んだかもしれない結構ケンさん、おーっとウスマー勇気のウスマ打ってきましたね。ちょっと針やってるところにぶち込んで、まあ今のはアリス、針溜めてる時って基本的にガードしてくるシークが多いので、うんしかもそのガードをずっと張ってるわけでもなかった。そうですね、まあ針溜めてんのガード張らないだろうということでウェスマ打ったんでしょう。さあこの状況全然まだまだゴブですよシュウさんのチークはやられても結構落ち着いてますね、うん、そんなに立ち回りがガーッと変わることもなく、ただケンさんがだんだん乗ってきたか。まあソニックってキャラは結構流れ取ると強いので、まあ、それはどのキャラも言えることなんですけどね。まあ、60%、69%、これもだんだんウエスマが怪しくなってきて、ウエスマはまだ知らないですただ、はい、ソニック120とかで70でウエスマ食らうと死ぬのでちょっと怖いですね。この辺りで下投げ上火あたりで撃墜できるとシュウさんが分からしたら美味しいですね。美味しいですね、だいぶで、だんだんそのゾーンに入ってきましたが、シュウさんもそれは分かってるでしょうまあ、ものすごく掴みを狙ってるはずです。掴みと針で、まあ、無理に狙わずにしっかりと、うん、冷静にいきますよ。横強からの下、あの回避を見る指ありましたね。ただ多分当たっても死ななかったと思うんですけど、当たったらだいぶ痛いので、うん、美味しい展開ですよ。さあこれ徐々にシークがパーセントを貯めれば貯めるほど、どんどん上沢のパーセントパーセントが近くなってくるんですけど逆に撃墜きましたね。しかしこれは2択か、これ多分2択ですね。しっかり読み合い勝って、ただこれソニックは周りに打つも打つと死ぬので、はい、横スマであれでケンさんは結構横スマ多いんですよね、うん、これピックでいったね。うまいですね、2択買ってシュウさんが1本は選手と、うん、あれあのパーセントでもジャンプ連打してても入るよ。入りますね、入る入る入るしっかり倒してまず1本取ったのがシュウシーク。2戦目ステージどこが来るこのカードだと
ステージってどう？ステージは戦場がソニックがやりづらいと。やりづらい。終点が一番多分楽なんじゃないかな、ソニック側からしたら。なるほど。俺のやってた感じはシークの時一番戦場が楽で終点がめんどくさ、あ、じゃあスマブラがめんどくさかったかもしれない。ああ、スマブラ。だスマブラは あの後ろ投げ終わったから、ね、そう、まあ、今でも後ろ投げスマブラだと倒せるからさ、結構。あとスピンが台の上に逃げれるんだよ、うん、そういうのがあって着地狩りがめんどくさかった。またシークもナタで運びで倒せるって言えば倒せるんですよ。まあ、ですぐ倒せるっていうのは、まあ、シークからしたら美味しい。まあそうです、まあ、ただ常にアドバンテージを取ってるのはシークじゃない、ソニック側なんですね、うん、まあでもまあ終点ということで、まあどっちも普通にコンスタントに変わりなくって感じですね。ただ終点ならどっちも別得意ステージであったり、まあ、終点は楽なので何台のテクニックとかもいらない、余計なことを考えなくて。あとはガチ部屋とかで結構終点やってる人も多い。そうですね、あガチ部屋でみんな終点の経験を積んでるので、まあ、戦場と村はあれだけど、まあ、困った時に自信のあるステージって言ったらやっぱ終点になるかと思う。実は前投げ跳躍しないですね、あのバーストパーセントで。まあ、前投げ跳躍実は見える人にはしっかり見えるんですけど、はいはい、見えない人が多いんですよ。おい、ケンさんの、うわあ、ちょっと貪欲にタグ仕掛けていった。今のは読み勝ったんですけど位置が悪かったですね、はい、選手もその前に2回連続でケンさんが読み勝ったのが素晴らしいですね。ちゃんと返ってきましたね。ただまだこれに、おー、はい、着地狩り甘い暴れをしっかりと横さまで勝っていくケンソニック。いいからな、アレリアを持っていった。あっと、いいタイミングかな、タイミングかな、ビンに投与、あれはわざとタグ後ろ回避バレてて、まあ今なら相当きついですね。あれはもう早めにバネ打って空への暴れとかやっていくのもありかもしれないです。あそこはシークが回避見ます、ね、見ますね。いやあれ別に回避見なくても、まあ、2択で死ぬので、ね、ソニカーも優秀な暴れをあの状況で持ってないので、しかし当時は発生が早いとああやって回避見も簡単にさせたり。そうですね、今は再びワンストップワンストップで並んでいく。パーセントもほぼ変わんない状態。ソニックはスピン当てれば火力取れるので、シークワンも投げちゃえば。お、うまい、ナタ長魚しっかりと確認して、ナタを横魚から横魚長魚新しいが、それは入らない。ギリギリ回避間に合いました。やっぱ端っこで逆側に掴めると、あ、ナタ長魚が上手くて、あえて一気にシークの流れを持っていって、そうそうそう、端から端まで持っていってコンボ稼げるってのがでかい。それがシークの一つの強み。なぜかコンボしている途中で相手が崖際に持っていかれる、または場外みたいな。シュウさんがうまい感じに着地を勝ってますね、さっきから。なかなかターンが取れないケンソニック。ただソニックってキャラは別にここでやられてても結局はスマッシュさえ当てれば勝てるので、ある意味スマッシュ当てまだまだ分からないところ。逆にシュウさんはそれを警戒しつつうまい具合にバースを持っていくという技術が問われるわけですけど、さあそろそろお互いまたバースパーセント近づいてきましたね。今ですよ、側の下投げ。おい、横スマが上手いっすね、ケンさんと。そのスピン当てた後の相手の変な着地に対しての、はい、あの横スマをしっかり出していくのが非常に上手い。横スマってますよね、今。いいですね。さあパーセント台溜まってきて、これは分からないぞ、この勝負。ただシークの下投げされるとだいぶ痛い展開になってしまう。そしたら投げ上手が回避を読んだが、けん、おっと、うまい、生きる。まだパーセント足りなかったですね。あっと、ジャンプ読みに上さんを置いて、バースト。いいところ置いてました。まあ、シークはジャンプ上がり強いからやっちゃうよね。まあそこは結構上さんを置くのが多いんですけど、ただ、ジャンプ、まあ、そして実を言うとっていうか、あのソニックが崖奪ってから空母が確定しないので、あ、そうなの？崖つかまりっぱでも割と安定だったりするんですけど、いや、確かしないはずです。なので様子を見るのもありな、対ソニックにおいて結構重要なんですけどね。崖奪われなくても大上から当たる行動って、あ、でも横スマあるあるある。だから結局崖奪って空母確定しなくても有利状況なんで、ソニックの、まあ、奪われるのは嫌なんですけどね、普通に。ただ、まあ、唯一当たるものが当たっちゃったかなっていう。まあそこは結構ウエスマ狙ってきますね、うん、ケンさんが読み勝ってうまかったって感じですね。さあ相変わらず終点で終点大好きですね、お互い。お互い好きですね。終点が一番なんか
後腐れなく勝ち負けできるっちゃう、そのままの台に救われてとかあるとか、台に救われたりなんか、はい、台に救われてマックが生きてるみたいなあったね、エイペックスであったねなんとか月光がなんとか月光がなんとかマックさあ、上手い赤ガケスピンをあえてそこで止めることによって読み合いを仕掛けてくる。先ほどから結構スピンをガードされて着地を変えてる状態が多かったので、ケンさんちょっとスピンの打ち方っていうか曲がり方を変えてきた感じですかね。ナタ長兄うまい選手、逆にシュウさんも結構分かってきて、はい、あのうまくスピンに当たらないように立ち回れてますね今のところ。ケンさん結構あの横回避をするんですよね、近づいたらすごい多いんですけど、シュウさんそれに対応してきましたね今だいぶ。逆に横回避をしてライン回復とかしてますね、はい、相手なんかダッシュに合わせてなんか回避してるような、いや回避見てから回避してるんじゃないかな、シュウさん。ああなるほど、いやまあ別状況変わんねえよと。そうそう、まあ、回避に付き合って変に技を置いて相手っぽい食らうのが一番まずい、それが一番まずいよね。やめて、立ち回り有利なのはシークなので、そういうところでやる必要はないってことでしょうね。今のスピンを中で切り返すのは冷静ですね。あれ大事ですね、冷静着地ができる。パリでもダウンするパーセント、こうなるとソニック厳しいですよ、このパーセント。うまい検査のさ、1回か2回ぐらいスピンでゴリゴリと持っていきたいですね。そうですね、ただスピンがなかなか足がかからない今度は回避をする。あお見せました。最高だからケンさんが下投げだいぶ読み勝ってますね。あっと受け身ミスってしまう、今のはもったいない。ただ崖からすごい近かったんで難しいやつですね。あの本当フレームが1フレか2フレしかないんじゃないかってレベルの受け身だったんで相当むずい。ただためのフィニッシュに当たって、仕方ないしね。ケンさんどこで壊していくか回避はもう見られてるんで、まあ、でも無理してここで行くとシークの思うつもなので、まあ、冷静に崩していきたいですね。まずは今のパーセントだとまだ針もそんな怖くないはずなんで、そうですね、打たせて打たせて、まずは崩してからどうするか掴むなりして着地の展開に持っていって有利状況を作る。さあしっかりとこれですね、今みたいにラインを取られてますね。何だろう、回避に本当に付き合わない、付き合わなくなりましたね。おーバッチリ、うまいが反対なので知らないと、はい、あこれは回避をしっかりと見て空母、はい、ただもう 50% そこそこ溜まってしまったが、まあ、まだ 50% なら問題ないですね、はい、全然これがちょっと針でダウンするパーセントになると 100% 超えたらやばいし、怪しい、本格的にきつくなるんですけど、まあ、まあ全然いけるんですけどきつくはなります。まあ 77% うまいぞ、あうまい、え死んだ、うますぎる。バーストちなみに今のは確定しません、一応回避できますギリギリ、ただあれをガードせずにその場回避したらウエスも確定です。なのでソニックの LB はしっかり見てから回避するのが重要なんですけど、はい、シュウさん全部ガードしてましたね。あ、でも有利状況には変わりないので、はいはい、着地狩りの状況、はいはいはい、そうです。さあ、ただシュウさん逆に 70% のソニックをウエスまでぶっ壊すとセンター当たるとね、まあ、先端飛ぶんで、マジで飛ぶんでね、しかないです。いや、うまく